フィリップ・アレン・シャープはアメリカ合衆国の遺伝学者、分子生物学者。真核生物の遺伝子が連続的な線でなくイントロンを含み、これらのイントロンを削除するメッセンジャー RNA のスプライシングは同じ DNA シーケンスから異なったタンパク質が作られるという普通の異なった方法で作られるという事実の発見により、1993年にリチャード・ロバーツとに ノーベル生理学、医学賞を受賞した。アメリカ合衆国ケンタッキー州のファルマスにて生まれ、1969年にイリノイ大学大学院にて DNA の構造の研究によって科学の PHD 取得、その後1971年までカリフォルニア工科大学にて細菌プラスミドの構造の研究を行う。その後、コールドスプリングハーバー研究所にて ジェームズはトソンの下で人の細胞の中での遺伝子発現について研究した。1974年、マサチューセッツ工科大学への移籍をサルバドール・ルリアより提示され、現在も同大学の生物学教授である。また1978年には、ウォルター・ギルバートと共に、バイオジェンというバイオテクノロジー企業を起業し、 1985年には MIT のガンセンター所長に就任した。1964年に結婚し、3人の娘を持つ。ありがとうございます。